はいどうも、アンノンプロジェクト、ふめいです。アナチューでーす。よろしくお願いします。お願いします。今回ね、結構ね、はい、意外とね、はい、何件もリクエストいただいとった曲なんですけれども、はい、四季つれづれ。はい。なんですけど、実は僕ね、これリクエストいただくまで、聞いたことなかったんですよ。そんなことある？あるよね。あるでしょ。いやいや、でも結構な私、あれですよ。はい、歴で言うと短いですけど、はい、とはいえ、濃いですよと。20年ぐらいは聞いてきとってんけど、うんうん、やっぱね、皆さん、アルフィー、こんだけ長いとね、こう、抜け落ちた部分っていうのがあるんですよ。離れてた部分とか、はいはい、ここ、これ、あれ知らんっていう。はいはいはい。だから俺もびっくりして。はいはい。でもライブ映像もあったからライブもやっとったし、あ、こんな曲あったんやなっていう、そう考えたら俺このね、いわゆるタイム&タイドっていうセカンドアルバムにね、はい、この曲が入ってるわけですけど、はいはい、このアルバム俺聴いてなかったわ。おー、いや、まさかそんな漏れがあったとはという。気づかせていただいて。ほんまに。ありがとうございます。ありがとうございますですよ。でね、言っても、はい、知ってる曲もいっぱい入ってはいるんだけどね、うんうんうん、ラブレターなんてのはまあ再デビュー曲ですし、うんうん、メモワールなんてのはそのコンフィデンスっていうねアルバム入ってて、過ぎ去りし日々っていうのはこれシングルだかカップリングで、うんうん、これもいいんですよ。ゲームオーバーとかもね、うん、街角のヒーローというのはワンワン久しぶりにこう珍しく作詞坂崎コーナーなんですけど、星降る夜にとかもね、うん、知ってるし、だから言うても半分ぐらいは知ってるんだけど、はいはいはい、抜けてましたね。いや、まさかそんなことになろうと。本当にありがとうございます。まあでも結構リクエスト自体をいただいたのはだいぶ結構ね、何件もいただいてて、はい、で最初は結構前やったから、うん、何その曲名みたいな感じでね、うんうん、調べて一応その時点で大体は把握したんです。で、この曲ね、なかなか、音源聴いたらね、結構、レコーディングの形も変わってて、ね、うん、なんか最初は、右からギターで、左からボーカルとか、いう感じでね、これ時代でね、あるんですよ。ステレオ出たての時って、はいはいはい、まだそのステレオの概念がね、はい、出来上がってない時代は、ベース右、ドラム左とか、ね、当時そういう時代が、はいはい、今の人が聞くとね、いいってなる。なんでっていうことになる。でもね、結構ね、なんや、くちばしとチェリー、はい、ってタイトルやっけ？くちばしでチェリー、チェリー。チェリー、はい、あの曲とかは結構そういうミックスされてるんだけどね。だからあえて時代感とかを出すためにそういうことをすることはある。これはとはいえ、まあギターとあれの実点だけそうなってて、こうふわっと戻ってきたから、こうまた全然聞きやすかったけど、うんうん、なかなかね、そういうところも時代性があるんですよ。で、昨日っていうか、まあ実際昨日っていうか今日今日ね、僕のギター講座がアップされてまして、よかったら弾いてみてください。前奏がね、結構不思議な雰囲気は出てますけど、そこまでおそらく難しくはないので弾けるんじゃないかと思いますので、ギターやってる人ぜひやってみましょう。ということで、ちょっとやってみますか。はい、四季つれ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 。降り積もる
生乙女の愛らしさ昇華の訪れを恥ずかしげに優しく咲き乱れてる知らず知らずに季節が駆け抜けて愛で傷ついた心の痛みさえ気づかぬままに消え去りああ時期は繰り返し でもなんかね、あれやね、あんまちょっと不思議な感じの曲というか、なんやろうな、昔は良かったんかもしれんけれども、うん、あんまり我々馴染みないような感じではない、うん、そうでもない？確かになんかさらっとしてるけど、うん、リズムがね、これギターコードのところで言ってんねんけど、うん、こうちょっと跳ねたりとかね、はいはい、タッタッタでね、やのにこの哀愁でいて、うん最終やけど、このビートがこれやから若干軽いタッチになるような、うんうん、歌ってる側もとても心地よい、うん、心地よいよね心地よいんですよ桜井さんの声がさ心地よい心地よいよね入りからあ、心地よいねえ、うん、導入からね、いい声を今やろうと思ってんけどあ、俺できてんやめてせん、その葛藤は見えたそうでしょ、うん、そんなわけで、そんなわけで今回は四季つれずやらせていただきますありがとうありがとうこれからになりますではでは、また明日ありがとうございますもう諦め方を忘れていた広い空が届くように力の限り声を上げた届かないと分かってても立ち止まり方知らなかった世界に何がある自由を求め戦うだけそこに何か生まれるの絶望以外見つからないこの世界に何がある狂気を持って戦うだけそこに何も生まれない
き殻だけが積み上がるの。止めることなどきっとできないの。そんなことわかってるけど私は好みが尽きる。その日まで一人立つの何も怖くない。今もどこかで救い求める泣き声、一つでも笑い声にできたら、一筋の光が束になって世界包み込めるから。君たちには聞こえない。